さあ続いては新加入選手の集合写真撮影です。風間監督、そして新加入選手の皆さん、どうぞステージにお越しください。新加入選手全員登場します。はい、こちらの集合写真の撮影ですが、私ね、恒例になっていますね。全部で2回撮影いたします。はじめに風間監督と新加入選手がサポーターの皆様の方を向いての撮影、その次に監督、選手、サポーターの皆さんと一緒に全体の写真撮影となります。はい、さあ皆さん、中腰にご連絡になっていただいて、はい、今位置調整をしておりますね。立ち位置調整をしております。はい、これ結構重要なんですよね、立ち位置調整ね。あの中腰に立ってもやっぱり選手大きいですから、ね、大きいですね。しっかり入っていただいて、さあそれでは準備はよろしいでしょうか。では皆さん正面を向いて笑顔でよろしくお願いします。バンバン写真を撮りください。でもう撮ってますね。はい、どんどんお撮りください。ドイツラッシュ。さあ皆さん笑顔で、笑顔でって言われるのできないですよね。さあじゃあ右手をガッツポーズで、皆さん右手をガッツポーズで、右手です。はい、力強くガッツポーズお願いします。ライトハンド、そうですそうです。はい、いいですね、いいですよ。はい、 OK ですか皆さん、撮りましたか。はい、ありがとうございました皆さん。それではですね、続きましてこれ2回目のサポーターの皆様と全体写真の撮影を行います。オフィシャルカメラマンの大堀さんと希望されるメディアの方はどうぞステージ上へお越しください。風間監督と選手の皆さんはどうぞ後ろを向いてお立ちください。サポーターの皆さんは、例年通りタオルマフラーを上に掲げてアピール、どんどんお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではよろしくお願いいたします。笑顔でお願いしますと指示が出ましたので、笑顔で、はい、にっこり。はい、いいですね。はい、右手でガッツポーズ、右手でガッツポーズいきましょう。はい、いいですよ。僕、風間監督が出演した VS 嵐を見てたんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。風間監督、めちゃめちゃ面白かったですけど、本当にさすがだなと思いました。はい、いい笑顔でございます皆さん。はい、嬉しいです。はい、皆さんありがとうございました。以上で記念撮影を終了いたします。メディアの皆さんが撮ってくださった写真が、はい、新聞とか、はい、テレビとか、いろいろなところで見れますよね。見られるわけですよ、今日の記念のね、写真ですよ、これは。何年か経ってみて、より優しかったなって見るんですかね。そうですね、そういう選手も多いと思いますね。はい、はい、少々お待ちください、今、メディアの方が。はい、はい、皆様、長時間にわたりまして開催いたしました新体制発表会見ですが、いよいよ終了の時刻となりました。いいですね、初めてですね、こんなことやった。いや、いいですね、小ネタをちょいちょい挟むところがすごい好きです。